予選第2ヒートです。改めまして2023年ロータックスマックスチャレンジシリーズ第1戦予選第2ヒートミニマックスクラスです。ポールポジションはカーナンバー8番 ERS ウィズサクセス森谷8、予選の第1レースもトップでした。で今回ベストラップを叩き出し、ましてトップタイムを叩き出しましてポールからとなります森谷8です。セカンドピットはカーナンバー17 ERS ウィズサクセス楠本慎馬、3番グリッド88番 KP バズ坂野大元、4番グリッドトリプル A モータースポーツ深町酒夫、視聴杯でのウィーダーです。そして5番グリッドはカーナンバー58トリプル A モータースポーツ高知シュート、タイトルはトップ。そして予選第1ヒートはトップテッカーだったんですがフェアリングペナルティによりまして5番グリッドからとなります。6番グリッドはカーナンバー36チームグローバル本田智樹、7番グリッド23番柴崎美琴、8番グリッドポノスヒロテックスレーシング横山明人、9番グリッド AP スピードウィズソブラ元田慎馬、10番グリッドワンポイント寺西俊樹、11番グリッド デコルサからファンヘイン、12番グリッド南崎隆、13番グリッド林一樹、14番グリッド張尾美佐野、15番グリッド飯田一斗、16番グリッド和田智也、17番グリッド岡本幸吉、18番グリッドイーミンチェ、19番グリッド中野京介、20番グリッドイーサンチェン、21番グリッド猪瀬義人、22番グリッドババクレオ、以上22台です。予選の第1ヒートではフェアリングペナルティが、半数11台のフェアリングペナルティが出たというくらい、コンディションとしては結構厳しい状況でのレースになっていました。予選の第2ヒートも濃い霧の中でのレースになります。周回数は6周、隊列が戻ってきました。スタート切られました。さあ森谷もいいスタートだったんですが上位陣なかなか接近をする中で中盤多重クラッシュ、上位陣は4番手走っていた選手も足元救われました。3コーナー多重クラッシュから選手たちは再スタートをする選手もいるんですけれども止まってしまったままの選手もいます。先頭は森谷、2番手には楠本慎馬がピタッとつけてタコツボです。少し開けて3番手争いインサイド、坂野大元のインサイド入りましたが坂野大元はクロスラインは取らずに4番手で戻ってきます。3番手でそのオーバーテイクをしていきましたのはカーナンバー58番の高知シュートでした。現在3番手は高知、4番手に坂野大元、5番手には深町でしたがそのインサイド12コーナーでインサイド横山が伺っていった様子ですがサイドバイサイドの状態が続いていて、お深町武雄は縁石またいでいってなんとかクリアです。オーバーテイクをしていったのはどうでしょうか、柴崎美琴でしたね。ごめんなさい、5番手には柴崎がその後ろに深町がいたような様子でしたね。そして現在6番手が深町なんですが7番手にピターンとつけていますのがこちらが横山明人、順位を上げてきました。横山が5コーナー、前の深町を捉えますが再び深町が前に出ていったというような状況になっています。そしてトップ争いの方は今トコツボから立ち上がってまいりますがそれまでトップを走っていました森谷は後ろを少し引き離しました。2番手には楠本慎馬、3番手高知シュート、4番手坂野大元、ラインを変えながらなんとか前を狙っていきたいその後ろなんですが柴崎美琴、トップ5までは少し間隔が空いているような感じもありますがトップ2がまた近づいてくるかもしれません。その後ろ第2集団なんですが深町武雄を先頭にしました深町、横山、元田慎馬と続いています。この大集団の方がですねバトルが激しくなりそうです。そしてこの5番手争いは3コーナーでは横山がちょっとラインを変えて前を伺いますが順位の方は変わりません。さあそして5コーナー手前でブルーのスーツを着用していますこちらはババクレオでしょうか、カーナンバー64番、あ、ごめんなさい、中野京介ですね。中野京介が5コーナーでインサイド入っていきまして得意のこの難しい路面をうまく捉えていきました。中野京介ポジションを1つ上げていきます。
バックストレートの中央から中野が行って、その後ろにはオレンジ色のヘルメットの南崎隆、南崎の後ろなんですが、こちらにつけていますのがリーミンツェ、そしてその後ろには飯田イットと、ここが今13番手といったところですね。ホームストレートに戻りました。この13番手の言いますこのリーミンツェとリーダイット、その後ろの白のヘルメットの、はい、岡本幸吉までが第3集団のこの中というような状況になっています。残り周回は3周になる中で、トップの森谷、2番手の楠本、その差がコンマ4秒というところ。そして3番手につけています高知シュートなんですが、前との差は現在は1秒2といったところで少し離れています。3番手の高知と4番手の、坂野大元なんですが、ここはコンマ9秒というところで少し間隔は空いていますが、さあここに来て坂野大元はセクター2で全体のベストをマークし始めました。他のドライバーが23秒とかいうところで、坂野大元15秒でクリアをしてきた。これは変わってくるかもしれないですね。面白い展開になるかもしれないが、どうでしょう。ホームストレートに戻ってきました坂野大元です。オーダーの変化というところまではまだちょっと距離があります。残り周回は2周になりました。霧がさらに濃くなってきておりまして、視界が2コーナーのあたりではかなり悪くなってきています。トップと2番手の差はコンマ4秒からコンマ5秒に広がりました。森谷エイトがリードを稼いでいます。ファスティストを現在記録しておりまして、トップの森谷のタイムは57秒7415をマークしています。他のドライバー58秒でも台でもまだ早いところで、59秒の選手たちが多数いる中で、トップを走ります森谷エイトは57秒台57秒741です。2番手を走ります楠本もペースがよく57秒台なんですが、コンマ1秒少し劣るというような状況で、今トップ2が戻ってきて、これがファイナルラップです。トップ森谷、2番手楠本、その差はコンマ8秒。そして3番手なんですが、高知州と4番手坂野大元、ここも間隔が空いています。5番手柴崎美琴、そして6番手以降、6番手争いは横山が前に出てまいりました。横山明人、鈴鹿のタレットのチャンピオン並びに神戸もチャンピオンを記録しています。横山は久しぶりのマックスに出てきまして、大きく成長した姿を見せてくれています。横山明人です。その後ろに追っていますのは、これが最後の一周なんですが、元田新馬、ランカーウェイズのレースでも活躍を見せました。元田新馬現在7番手となっています。さあトップを走ります森谷エイト、タックスセクターまで入ってまいりました。第3セクターです。後ろとのギャップを築きながら最終コーナーから立ち上がりまして、第1ヒートに続きまして、この第2ヒートトップチェッカーです。2番手には楠本、3番手高知修斗、4番手坂野大元、5番手柴崎美琴、6番手横山明人、7番手に元木新馬、8番手に深町拓夫、9番手リーミンセ、10番手に中野京介と、トップ10をご紹介いたしました。ファステストを記録していきましたのは森谷エイト、タイムは57秒7415記録しています。以上ミニマックスクラス予選第2ヒートでした。